マリーの家へ行き、どんな暮らししている、見て聞いてほしい。五番街は古い町、昔からの人がきっと住んでいると、訪ねてほしい。マリーという娘の遠い昔に暮らし、悲しい思いをさせた、それだけが気がかり。5番街で噂聞いて、もしも嫁に行って、今がとても幸せ、寄らずに欲しい。マリーの家行き、どんな暮らししているのか、見て聞いてほしい。五番街で住んだ頃は、長い髪をして